皆さん、なんとあいつが帰ってきました。よお前らテルドナーということで、今回なんですけど、今回ですね、なんとあのスイカゲームに新しいアップデートが来てしまいました。そしてなんと今回はパクリゲーのスイカゲームではなくて、見ての通り本家でございます。そしてなんと見てください、このね、雲のポムポムがね、サンタの帽子かぶってるとね、かわいいね。さあ、そしてね、今回クリスマス限定のめちゃくちゃかわいいスイカができるらしいんだけど、スイカをね、目指して頑張って作っていこうと思います。それではやっていきましょう、レッツゴー。ちなみにみんな、メリークリスマス。今ね、撮影の時が12月24日の朝4時でございます。クリスマスイブの朝なんだけど、もうね、しっかりクリスマスのスイカを作っていきますよと。皆さん見てください、なんともうパインができてしまいました。はい、素早いね。さあ、どんどんやっていくぞ。あ、ちなみにクリスマスが好きな子は高評価チャンネル登録してってね。さあ、はい、置いていく。え、待って、今回めっちゃ調子良くない？左の形はさ、めっちゃいいよこれ。はい、これ投げて、おい、リンゴ落ちてくれ、頼む。はい、ナイス。危ねえ、くっつかないと思ったわ。危ないわ、本当に。僕ね、スイカゲームやってて思ったんだけどさ、桃が一番好きかもしれない。可愛くない？この顔。なんとも言えない顔してるよね。しかもピンクだし。さあ、ここにリンゴ作っていきまして、この左のリンゴが流れてくれたら最高なんだけど、はい、プロ。プロだね、流れてったぞ。ナイスナイス。さあ、どんどん落として、え、待って、みんなこれ、マジスイカいけるかもしんない、今回。形めちゃくちゃいいよ。いや、ブドゥはどうしよう。ブドゥはここに置きます。はい、デコポン置いて、これやっぱ何回も思うんだけどさ、これ柿じゃなくて、みかんにめっちゃ見えるよね。はい、ナイス、パイン。あれ？なんか、パインとパインが離れちゃってるんですけど、これあんまり良くないんじゃない？これちょっとあんまり良くないね、これ多分。なんか、左右対称になっちゃってるんだけど。ちょっとね、僕、スイカゲーム苦手だからね。今回は頑張りたいところ。待って、これは、右側で、メロンを作ったら、神になれるのでは？お、滑り落ちるなよ。ねえ、もうやだ、もう、左右対称になっちゃったんだけど、また。お、桜も？はい、皆さん、見てください。このサクランボ星人のせいで、もう最悪なことが起きました。もう、なしとなしが連結しません。本当に。最悪。いや、まあ、とりあえずここで作って、なんとか桃持っていけたぞ。さあ、右側でもう一回桃を作ればいいだけの話。みんな、難しいことではないからね。右側で桃を、もう一回作るだけ。そう。僕たちは今から桃の職人になります。しっかりね。お前、はみ出るんじゃね。間に合わなかった、最悪。やっぱはみ出ちゃうんだよな、このゲーム。うん。はい。さあ、あと、柿一つでできるぞ。来い。ま、デコボンでもいい。デコボン行くか。ボン。ナイス、やったー。みんな、やばくない？この形。メロン、パイン、なし。これ、スイカ。確定でしょ、これは。もうやっぱね、一試合目でスイカができてしまうと。いや、まあ全然、今日何回もやってないからね。うん、別に今日何回もチャレンジしたっていうわけじゃないから。めっちゃやったよ、本当に今日、たくさん。よし！桃ができた！でね、これ左のデコポン救いたいんだけどさ。え、待って、これ救える？これ。救えない気がしてきた。大丈夫かな？いや、もうこの小さいもの族で、救っていく作戦にしよう、左のデコポンは。あいつを救わないと、話が始まらない。うわぁ、ここでカキか。まあ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 、いいでしょう。よし、これで左にスペースが空いて、お、カキ来たね。ボン。これいけるわ。いける未来しかしてない、みんな。やばい。こういう時のサクランボが一番困るんだよな、本当に。やめてください、本当。デコポンどうしよう。この辺に置いとくか。うわあ、これマジ迷うな。嫌な予感がするけど、まあまあ。とりあえずこの辺に、梨作っ
とくか。武道でガードされるでしょう。大丈夫なはず。待って待って、なんで僕ここにチェリー置いた？ちょっとやらかした。これ絶対やらかした。やばいこれ。やってしまったかもしんないみんな。もうどうにかなれ。あー最悪。右で桃ができてしまいました。ま、だけどね、こっからまだ巻き返せるはずなので、頑張っていこうと思います。いや、まだいけるでしょう。はい。ここ置いて、次どうしよう、イチゴ。あ、この辺置いとくか。あー、最悪。まだいけるか？まだいけるな、これ。右に置いて、あとは柿さえ一つくれば、いける。ちょっと待って、スイカできてないのでもう2000点超えそうなんですけど。やばくない？これ来たでしょ。よしな。は？ここから入れるスイカ保険ってありますかね？うん。つまりみんな落ち着いてほしい。多分だけど、これメロンを回転させまくれば、なんとかなる気がする。これね、ダブルメロン。もうできてる状態ですので、もうあとはスイカになるだけなんですよ。もうあとはお互いの気持ちをぶつけ合えば大丈夫。お前らチューしろ。今すぐチューしろ。待って、全然反応起きないんだけど。ちょっと待って、全然無反応だけど、このメロンたち今多分会話してるわ。多分左のメロンがね、あんたとはお別れよ。右のメロンが、おう、俺ももうお前は嫌だ、知ってるわ。喧嘩しないでよ、本当に。これ何が悪いんだ。あ、みんな分かった。この真ん中に挟まってるブドウだ。こいつが悪さをしてる。全ての悪の根源。いやー、でもこれどうにかできないかな。厳しいかな。動け、頼む。もう今すぐね、このフルーツの瓶をね、僕は持ってシャッフルしたい手で。いやー、スコアめっちゃ溜まってるんだけどな、今回。2500だよ、みんな。やばくない？スイカなしで2500。あ、もうこうして。あ、もう苦しい。誰か助けてください。こっから入れる保険はないんですか？ 2600 突破してよ、今回。はい、ナイス。置いて。最悪だもん。みんなね、僕たちはまだ諦めちゃいけません。もう諦めては決してならない。もう僕はね、最速で絶対スイカを作っていこうと思います。はい。もうポン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 やっていくからね、今回は。いや、僕何が悔しいってさ、こんだけずっとスイカゲームやってきてさ、未だに見てほら、ベストスコア2994点で3000点超えられてないことなんだよね。もうね、マジ悔しい、本当に。ちなみにね、スイカゲームやったことある子は、最高スコアコメントに書いてね。みんながどれぐらいできるのか知りたいわ。そして皆さん、高評価チャンネル登録もお忘れなく。え、どうなんだろう。なんかすごい人だと、スイカを2個作って、スイカ同士で打ち消し合って、この瓶の中身をね、空にするっていうプロの技を使ってる人がいるんだけど、マックス、1万点とか確か超えてるのかな？ちょっと待って、話してたらやばいことになってる、ちょっと。話したらちょっと、やばいことになってるって。フルーツがいっぱいある僕の瓶。助けて誰か。いや、こういう状況だからこそ、神プレイ。ナイス！神プレイが出てしまいました。こういう状況だからこそさ、いけるんじゃない？これ、もはや。いや、形としてはめっちゃいいよ。帰ってきたよ。はい。はい、どんどん置いていきます。このブドウを救いたいな。このブドウを救いたい。はい、ナイス。ブドウ作ったらもう僕の勝ちだよ、これ、正直。はい、みかん。はい、牡蠣作って、ここにデコボン選手。いやー、これいけたでしょう。ナイス。え？待って。これ桃じゃない？はぁ！やったー！メロンできたんだけど、早い段階。しかも形が美しい。美しすぎるメロンを、作ってしまいましたと、皆さん。はい、ここに牡蠣で。え、待って、やばくない？冷静に。もう僕が冷静じゃいられないんだけど、左にボン。え？また牡蠣来たよ。これ桃になるでしょ？やばくない？ちっちゃいもの族はちょっと右に寄せ集めましょう。はい。
牡蠣は来ました。さくらんぼ右に寄せて、また牡蠣は来ました。ちょうどいいところにデコポン来ました。はい、またデコポン来て、ちょうどいいところにまた牡蠣が来ました。はい、また牡蠣が来ました。はい、デコポン右に寄せます。はい、またかまたみんな接待スイカゲーム始まってるこれ。うん、とりあえず使えなさそうな細々したものは右に寄せましょう。まあこれ落ちてもしょうがないかな。デコポン置いて、はい、ちょうどいいところにまた来たんだが、やばい、みんな接待スイカゲーム始まってますこれ完全に。うん、やっぱりクリスマスだからサンタさんがクリスマス限定スイカをくれようとしてるね。素晴らしいこのゲームは。はい、デコポン置いていきます。ブドウが2連来たからね、これいけるね。こっちからのこっち、よし、ナイス待って、うまくいきすぎじゃない？ちょっといくらなんでもうまくいきすぎな気がするんですけど。あー、メロン離れるな。何やってんのおめえ、大丈夫か。そう、メロンを救いたい。メロン帰ってきて。カムバックだよ、カムバックメロン。はい、とりあえずここに牡蠣、また牡蠣。ちょっと待って、牡蠣めっちゃ古くない？やばい、めっちゃ嬉しい。はあ、あと一回桃作ってしまえばメロンができるぞ。みんないけるぞ、僕たち絶対にいける。みんなこの目で見といて、クリスマスサンタさんスペシャルメロンが出来上がるまで。はい、チェリーは右に寄せます。うわー、これちょっと悩むな。左のデコポンをちゃんと処理してあげないときつそうだから、一旦ここになし作るか。またカキ来たわ。ま、一旦右でもいいかな。はい、またカキ来た、もうカキのオンパレードじゃん。ちょっとどうしようかねこれ。いやー、まあ右に寄せるのがまあいいか。そろそろ、あ、これで作れるね。さあ、ここにカキが来て、こうなって、みんな運命の瞬間です。3-2-1ボン、やったー。え、待って、めっちゃ可愛いんだけど。クリスマスツリーみたいになってる、可愛い。しかもなんかさ、何かの中にスイカが入ってるよねこれ、可愛い。さあ皆さん、もうこうなってしまったらあとはダブルスイカを作るまでです。はい、一度はね、やっぱね、やってみたかったんだよ僕も。そう、さあ慎重にね、右のイチゴを助けていきますよと。はい、ナイスなし。え、待って、これ本当にいけるかも。まずはパインを作りたいねこれは。はい、おお、なんでそっち行ったちょっと待って、これやばいかも。あ、これ大丈夫か。なんでそっち行ったんだよ、おい。あー、よかったよかった、デコボン選手帰ってきた。うわー、だけどこれ早めにリンゴ作らないと非常にまずいでございますねこちら。お、来たんじゃね、はみんなこれ本当にあるぞ、ダブルスイカ。はい、このチェリー怖いな、ちょっと。ま、さすがに大丈夫か。まさか、このチェリーがあんなことになるとは、っていうことはないよね。ちょ、嫌な予感がする、みんな。嫌な予感がしてきた、僕、すごく。うん。すっごいね、嫌な予感がしてきたよ。なんか隙間に入っていってるんですけど。うん。ま、一旦ね、一旦こっちに寄せますと。はい。みんなヘルプ、助けてくれ。あ、でもこれで桃は作れる。よしよしよし。あともう一回桃作ったら、メロンになるのか。いけるぞ、これは。左のリンゴ巻き込めないか。無理か、さすがに。はい、どんどん置いていきますよ、と。ナイスナイス。あー、これどうしよう。ここに梨作るしかないよな、とりあえず。ちょっと待って、桃の左下の、ブドウとサクランボと、イチゴ、これやばくない？やばい、みんな。苦しくなってきた。うわー、最悪ー。なんと結果は、2592点でした。え、ちょっとさ、冷静に考えてさ、さっきの、スイカができなかったダブルメロンより点数低くね？は？はい、ということでね、みんな今回のスイカゲームどうだったかな？新しくね、アップデートが来て、可愛いスイカを、無事ね、みんなに見せられることができてよかったです。
ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。チャンネル登録者数もね、今年中に60万目指してるから、チャンネル登録もよろしく。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。